はい、アキラです。今、四日市の市街ですね、 JR 四日市駅のそばに来てます。まあ、自分にとってね、もう四日市駅って完全に観光地ですね。ここ右に曲がると四日市駅ですね。見事な商店街が並んでますけども、こう明るい商店街はついに閉鎖されちゃって、どうなってんのかなと思って見に来たんですけど、やっぱりそのままですね。キッチンケミヤさんはちゃんと営業してますね。この奥はやっぱり行けないね。この辺の店はやってるんでしょうか。うわ、裏側から見るとすごいことになってんな。閉鎖されてそのままですね。まだなんか工事が入るとかそういう感じじゃないですね。ただ単になんか危ないから閉鎖してるって感じだね。はい、以上JR 四日市駅前の明るい商店街の、まあ、定点観測ですね。あそこがね、どうなるのか非常に気になるんで、この辺来たら必ず見てるんですけども、やっぱりそのままですね。はい、今回は以上です。